ドドドドドメイロあいいですかちゃんとやってもらって2024年、はい、ミッドシーズンコレクションおなぜミッドサマーからミッドシーズンにあそうですよね、うん、でなんかもう最近この僕らいつも青果店このミッドサマーって言ってたものっていうのが、うんうん、もともと真夏の商品ばかりをこう、はい、展開してたんですけど、はい、もう今それだと納期が間に合わないから、はい、なんかちょっと冬物のちょっと時間かかるものとかもやったりするんで、うんこれサマーだとおかしいよねっていう話になって、うん、ちょっとこれ変えませんかっていうか変えたいよねって話したらまあ教授がね、うん、ミッドシーズンがいいんじゃないですかっていう話になって、うん、教授らしいちょっと、うん、もうあこれだみたいなでスズリも変わんないし、はい、いいんじゃないですかって言ってきて、はい、ね、で隣に今、うん、0.1 トン男はいクマちゃんこの方はいるってことはまた、はい肉厚上がってますよね、これ、はい、上がってますかね、はい、100? 7 7、はい、あ、まあ増えてんじゃんと思う人もいると思うんですけどもともと107ですあ、ごまかしてました、今まで100くらいじゃんこれはやっぱり彼のサイズって普通サイズじゃ展開できないから、うん、ちょっとやっぱりね、うん、あのスペシャル的なサイズは考えないと、ね、はい、お願い企画、はい、おねだり企画、はい、おねだり企画うん、もう決まってるんです僕が作ったところじゃあとりあえずじゃあ、うん、オープニングの締める感じではいはいじゃあはいじゃあこのまま引き続き、ご覧くださいご覧くださいどうぞじゃあ、ちゅうことで、おねだり。おねだり、はい。うん、心決めたものがあります。でまず、はい、ちょっと現実的なところがいいですか、はい、現実的。クマちゃんはさ、ヒョウ柄が好きなんです。クマなのにヒョウ。クマなのにね。クマとヒョウ。でもやっぱ、アニマル系じゃないやっぱ、あなたそうですね。もうほら、もう見てこの、グリングリンのこの、グリングリンなヒョウ来たらこれ、もうやからですよ。いやもうでも、完璧な手、もう完璧だと思う。どっちの色がいい？両方。まあ、どちらか一色じゃないとあれかなっていうのであれば、いやでも、両方作った方がいいと思うんですけど、これですよね。まあ、違うとしたら、このやっぱりハーレクイーン、ピンクの方がやっぱりね、別注なのでね、これはもう、押したいな。色いいでしょ、かっこいいです。だけど、これはなんか、別注生地ですもんね。似合いそうな気がする。うん。ヒョウ柄ときたら、また、おお、ヒョウ柄でつなげる。これ、セットアップじゃないですか、バンヌトラウド。はい。欲しいよね、確かに。欲しいです。これ、ウエスト、君だったらどれぐらいなのまあ38で多分入ると思うんですけど、まあ40っていいんじゃない？40にしてもいいか。はい、うん、40にしちゃった方が。いやもう、どんだけアニマルだろこれもだけど、お前チャリンコで走ったら超怖いだよ。いや、チャリンコの時上は切れてますけど、下は多分絡むんで。ああ、なるほど。そうこれめっちゃかっこいいっすよ。かっこいいでしょ。これだけど、なんか、うちのね、今撮影してる高橋とかは、ふざけてんのかって、ここをふざけてんのかみたいになって、アメカジド定番に行くって言って、これが出てきてたから。このブルーレーベルは、やっぱりそういうことの遊びを聞かしたことが大事じゃないですか。はい。なのに、なんか、え、何訳わかんない訳わかんない何これこれは後藤さん的には遊びたい。いやー、遊びたいなー。ヒョウ柄だけならまだしも、チャイナですからね。もうなんか、モリモリ。エビチキのね。そう。いや、チャイナだけとか、ヒョウ柄だけだったらダメなんですけど。100万を狙うっていう。欲しがるなー。でも逆に考えたら、フレンチチャイナを着る人、うん、柄も着るでしょ、もう。なるほどね。もはや、全盛りで。やっ
尖ってる人がいいよ。まあ、その中でもやっぱこの 0.1 トンのとこはね、まあ、今ねキャラ立ちしてきたじゃないですか、うん、はいはいはい、完全なる、うん、でもある意味この日本がいることで XL の需要がものすごく増えたんですよ。ものすごく増えた。でやっぱりあの彼がいることで、この恵比寿の坂膳と言われてたのが高級坂膳だよね。すごい一応おしゃれな、おしゃれで高級な坂膳ということで、次まだあるかな、まだある。段階的に上げてって、うん、まあ、僕もそのあのシャツだったらやってくれそう、うん、でこれだったら、うん、ちょっと難しくなって、まあ、ないじゃないですか、うん、型紙が、うん、だけどまあちょっと要素が、うん、で一番難しいの、はい、なんでしょう、はめる、おー、きた、きたいですよこれは。だけどね、あの熊が着るってところが今想像できないから、うん、逆に着てるとこ見たいよ、見たいよ、めちゃめちゃ、お、石原裕次郎みたいな、おー、裕次郎、こいつは後ろみたいな、おー、おー、これはいいんじゃない、だけど、お、いいじゃん、まあ、一応ね、あの後藤さんによく展示会でも言ってた通りで、まあ、これの下に、革ジャン着たりとか、ね、ジージャン着たりとかっていう、で僕そのジェラードが得意とする、うん、そのネイティブもののアウター、うんうん、思ってないな。これだけ歴史を重ねてるけど。後藤さんは知ってると思うんですけど、セーラムコートの、 あの黒白やった時も、はい、あーんとか言って、あーんとか言ってたと思うんです。で、これやった時も、あーんって言ってて、ね、なぜかヒットしたアウター、ネイティブ系のアウターは全部アーム細くて。そう、確かに今考えると、まあ時代ですよね、うん、そうですね、まあ綺麗にやっぱ見えるっていう利点もあるし、うん、まあそれ後藤さんの作り方だと思うんですけど、うん、最近後藤さんももうほら確かにね、まずちょっと少しずつね、僕らやっぱり筋肉、はい、筋肉は裏切らない、筋肉は裏切らない、はい、ちょっと乱暴なトレーナーに見てもらって、はい、なるほどね、はい、やっぱりね、ごつくなりましたって言われるようになるもん。いや、後藤さんだってめっちゃごつくなってる首肩、ね、もうだから入らないんですよやっぱり熊崎さんが来てもらわないとダメじゃないですか、説得力が違うから、うんね、うん、なんかいろいろ考えちゃう、夢が広がりますね。今回はまずもうレオパのシャツ、はい、レオパのセットワーク、レオパのセットワークでハメ、うん、もうこの3点いや超いいな。あ、確かにこれだけど期待しててくれれば、はい、今ここでね YouTube、うん、結構一番コメント多いのがこの 0.1 トンシリーズなんで、うんうん、はい、多分よっぽどこう皆さんやっぱないんだなっていうのが分かるんで、うん、確かにやっぱりちゃんとこれを作って、はい、ね、このいつもサイズが合わないんだよねっていう人がちょっと買ってくれるっていうのがね、はい、そうですね、はい、もしかしたら本当に現実的にね作るかもしれないので、はい、まだ分かんないからね、作ってほしいで、ここでちょっと作るってなった時に、うん、はい、もしできれば先にご予約もね、はい、はい、いただいたりとかできれば枚数が、そうですね、ね、やっぱりあんまり作るって言ってもすごい枚数は作れないので、はい、ある程度こう数に限り出ちゃうから、はい、そこら辺もねちょっと考えてもらえると、特にハベルなんかは言ってもらえるとありがたい、うん、そうですね、でも言ってもこれも目玉じゃないですか、目玉ね、まだ 0.1 トンサイズの皆さん、うん、うかうかしていると。うかうかしちゃう、ね、まあ、本当に皆さんのお一つ、はい、お一つのコメントが重要になってきますので、はい、はいはい、今回も、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。お願いします。また次の動画で、はい、失礼します。